はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。3連休終わっちゃったね今週もゆるく頑張ろう。今日はね、ニラ祭りです。冷蔵庫でさ、瀕死状態だったニラがあったから全部使っちゃったでもね、トトはニラ好きだからいいんだね。で、これはね、ナムルにするやつ。もやしとニラはシリコンスチーマーか耐熱容器に入れて蓋をして600ワットで1分20秒レンチンです。各家庭のあれレンジで調整してね。そしたらさ、水気が出てきてるから、これをばさ、キッチンペーパーでね、拭き取るよ。で、分量はね、これです。柚子胡椒がね、爽やかで美味しいよ。これをしっかり和えて、柚子胡椒が一ところに固まってたらさ、辛いからね。これでね、もやしとニラの柚子胡椒ナムルの出来上がり。ウインナーに切り込みです。豚肉は食べやすい大きさに切るよ。そしたらね、調味料を合わせます。で、私ね、編集しながら気づいたの。おろしニンニクをね、入れ忘れてました。なんか足らんような気がするなと思いながら作ったらね、ニンニクが足らんかったでしたまあいっか。まあね、ニンニクあってもなくても美味しいから。でね、卵焼きの準備。ここにもニラです3連休ね、終わりました。特にどこにも行かないでね、どこ行ったっけ、ちょこっとね、買い物っつってもさ、あの日は何を買いに行ったんだっけかな、何買いに行ったのかな、忘れちゃったなんか買わないとなかったよって言って、トトと一緒に買い物に行って、そしたらね、ちくわぶを発見したの。私の大好きなちくわぶを。だからね、おでんを作りました。さあ、その時何を買いに行ってたかちょっと忘れちゃった。なんでこんなすぐ忘れるかな。もうね、3歩歩けば忘れるの、困っちゃう。そして連休のね、2日目中の日曜日はね、食わずいものね、いきなり食わずいもって言われてもないか、そうやって感じでしょ。あの観葉植物、食わずいものね、なんていうの、鉢の植え替えをした の。 そしたらさ、鉢を取ったら根がぎゅうぎゅうパンパンに詰まってね、すごくきつそうだったの。だから一回り大きな鉢に植え替えをしてあげたらね、不思議ね、ちゃんとさ答えてくれるの。元気が出てきた、すごく。私今までさ、あの観葉植物って昔ドラセナを枯らしてから、もう私は枯らしの天才だからと思って、観葉植物は好きなんだけど、枯らすからと思ってフェイクグリーンしか使ってなかったけど、やっぱ生きたさ植物ってこう手をかければ答えてくれるから、めちゃくちゃ可愛いね。あのほら、犬とかさ、猫とかみたいにさ、あの名前を呼んだらさ、はいって言わんけど、でもね、植物も手をかけたらね、ちゃんとそれに応えてくれるの。すごく元気が出てきてね、なんて言うんだろうな、ピーンってほら、歯が生き生きしてみたりさ、もうね、それがすごく可愛くてね、すっかり植物にね、激ハマり。食欲の秋、食べる方のね、食欲の秋もだけど、植物の方の食欲も止まりません、困っちゃうでもすごい可愛い、本当に
で私がまた喋りすぎてね、豚ニラ丼のあの上の丼の方ができた。たら詰めるよ。ご飯はね平たくしていつもよりちょっとこう幅広に詰めてる。幅広？でご飯の上にこの豚ニラさんをドカンと乗っけて。そしたらね、大葉で仕切って、卵焼きは断面が見えるように詰めるよ。そしてね、カップにナムルを入れて詰めます。でね、ウインナーを詰めて隙間が埋まると思いきや、ちょっと隙間が空いちゃったからね、お助けマンのね、キャロットさつまちゃんを詰めました。これね、あ、違った。ミニトマトをちょこんと乗っけて、これでね、今日のお弁当の出来上がり。週初めはね、ニラ祭りのね、お弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは。良い一日を。